なんと六州とは、奈良時代、平城系を中心に栄えた日本仏教の6つの宗派の総称、奈良仏教とも言う。なお、当時からこう呼ばれていたわけではなく、平安時代以降平安系を中心に栄えた平安二州に対する呼び名である。当時はまだ寺院ごとに特定宗派を奉じる寺院は少なかった。現在、建言宗の総本山とされている。 東大寺において平安時代には別院として新言宗の新言院が置かれると次第に密教の影響を受けていくことになる。現存するのは法奨宗下言宗立宗の三宗のみである。また当初これらは法奨宗下言宗等と宗の字を当てていたが、東大寺の大仏が完成した頃には現在のように その字が当てられるようになったと言われる。民衆の救済活動に重きを置いた平安仏教や鎌倉仏教とは異なり、これらの六州は学派的要素が強く仏教の教理の研究を中心に行っていた学奏衆の集まりであったと言われる。つまり、律令体制下の仏教で国家の庇護を受けて仏教の研究を行い、宗教上の実践行為は沈護国家という理念の下で、 呪術的な祈祷を行う程度であったと言われる。ただし、党にわたり、現状から法召州の教理を学び、日本に伝えた道明は、このような国家体制の仏教活動に飽き足らず、各地へおもむき井戸を掘ったり橋を架ける等をして、民衆に仏教を教え下する活動を行ったと、される。なお、同じく民衆への教化活動を行った行基の師匠も道明であったと言われる。 幸福寺、薬師寺東大寺元号寺大安寺、東正大寺平城旧跡奈良駅奈良市における各寺院の一難と六州自体は、中派というより互いに教義を学び合う学派の役割が強く、東大寺を中心に交流し教学を学び合った。中世に入り、行前、両弁や、英存らにより、鎌倉仏教の展開に大きく寄与した。ありがとうございます。